ちは。こんにちは。ハートありがとうございます。お疲れ様です。口ね、痛いです。変わらず。こんにちは。ご飯もまだ味わえなさそう。あ、歯の方ね。歯の方は、うん、まだ痛いんだけど、昨日がピークだったから、昨日よりはマシです。歯の方は、まあ今日まだ何もご飯食べてないから、わかんないけど、ちょっと噛んでみた感じ、昨日よりはマシかな。歯の方は、怪我の方は全く変わってない。ハートありがとうございます。可愛いギフトありがとうございます。こんにちは。めっちゃ夢見ました。今日めっちゃ夢見たんですよ。しかもひなが大好きなお祭りに行く夢見たの。そう、地元のお祭りに行く夢見て、すっごい久しぶりにいろんな友達に会って、すっごい久しぶりにいろんな友達に会って、今日話した。こんにちは、ありがとうございます。お祭り行きたい。でも本当は、本当に今年はさ、祭りこう続々となんか開催するっぽいから嬉しいですね。まあまず長岡花火を開催って発表した時点でもう勝ちですね。ハートありがとうございます。
ちは。ねえ、なんか花火見たいよね。いやー、もう何年ぶり、もう長岡花火を見ないなんてさ、夏越せるわけないじゃんね。なんか一回すっごいなんか喘息がひどすぎて長岡花火に行けないみたいな年がちっちゃい頃あって、めっちゃおもろいね。なんかその毎年長岡花火に行ってたんですよ、ずっと。で一回なんかあまりにもなんか喘息が発作で、もう今年はなんか長岡花火断念みたいな。そうで、パパとお姉ちゃんは行ったんだけど、ママと二人でお家で、ママと二人でお家で、あのそうお留守番してなきゃいけない時がちっちゃい頃あって、もう長岡花火見ないなんて、見れないなんてって超 なんか悲しかったって。そう、長岡花火見れないなんてって。悲しくて。でもね、ワンチャン焼き粉まで音が聞こえる時あるんですよ、花火の音が。ワンチャン。それでなんか外に出て長岡花火の音を聞いた気がする。そう。花火、電車は混みますかね。めっちゃ混むと思います。はい、電車はもう確実に混むけど、車も混むけど、もう車はね、朝になると思ってください。車で行った場合は帰り道朝になると思ってください。やばいよ、本当に運転する人大変。こちらは寝てればいいけどさ、本当に朝になるから帰りの車ね。長岡花火の帰り道は夜が明ける。朝方に家に着きます。朝、ほぼ朝。こんにちは。そうそう。結構混む、そうですね、やっぱり長岡花火ですから。結構ですよ。花火終了後の混雑は毎年すごかった、本当にすごい毎年。3日にあるけど、毎年どっち行ってた？わかんない、どっちだろう。わかんないです、ちょっとそこんとこは。でも絶対に毎年行ってた。絶対に毎年行ってた。
ちは。よく考えたら日向は今年は運転する側で、いやいやいや、さすがにそれは私じゃないですよ。それはね、まあ大人のお仕事っていうか、こういう時だけ人に任せ。はい、次人ありがとうございます。パパさんは酒飲んでも大丈夫。確かに本当だね。確かに俺今までパパはお酒飲んでなかったってことか。じゃあかわいそう。そういうことになるね。今までうちらのことを車に乗せるためにお酒我慢してたんじゃ。だそういうことになるよね。でもよく考えたら絶対お酒飲みたかっただろうな。絶対お酒飲みたかっただろうな。よく考えたらそういうことですよね。周りがみんなお酒飲んでる、お酒飲んでる人たくさんいるじゃん。その中パパは帰り道があるからいつも我慢してたってことですね。そう、ママはね行かないんですよいつも。いつも姉とパパとひなの3人で小さい頃から行くんですよ。ママだけなんかなぜかいつもお留守番。行く年もあったかな、行く年もあったけど、ママは毎年行ってるわけじゃなくてたまーにみたいな。だからほぼやっぱパパが運転して帰るから、いつもいつも我慢してたんだお酒。そういうことになるね。うんうん。こんにちは。でもさすがに朝までは無理だな。さすがに朝まで、いや朝までって言っても多分もう車動かなすぎてずっとピー。車動かなすぎてさ、もうずっとピーだよ多分。道路のど真ん中でピー。本当に本当に動かないんですよ車。だからもう寝てられる、寝て、いや寝てたら動いたら気づけないけど、でも本当寝れるぐらい全く車動かないから、ど真ん中で、車のど真ん中で。だからもうずっとピーだよ。諦めて翌日に帰った方がいい。まあね、でもそうなんだよね。ひな長岡にいいとこいるからさ、それでいつもなんかいいとこの家に泊まって次の日に帰るみたいな日もあった気がする。うん、ただ次の日予定がある場合はもうそうして帰るしかないからさ。そう、別に次の日別に何もないんだったら普通にいいとこの家行けばさよかったんだけど。そうそう。
うんうんねえ、そういうのもなんか懐かしい。長岡花火今年は見れるかね。見たいな長岡花火。大渋滞してるところや火の運転もちょっと心配。なんでですか、大丈夫ですよ、火ななんてもうもう火な大丈夫心配ないよ。夏が楽しみだね、本当に楽しみ。長岡花火以外の新潟の花火は見に行ったりしてたの。片貝かな、片貝、片貝もまあすごい、そうまあすごいですね片貝めっちゃいいよ、ね、個人的に片貝めっちゃ好き個人的にね小千谷ですね。そうそう。そう、迫力ある、めっちゃ。見たい、花火見たい。もう本当に花火を見てなさすぎて、なんかこの間もなんかさ、コロナ禍になってからさ、予告なしで花火するじゃん一昨日ぐらいだったかも、なんか予告なしでどっか花火鳴ってて、どこだったんだろう、薪とかかな、薪とか岩室とかかな、もうわかんないけど、コロナ禍になって本当にさ、こう予告なし花火が多くなってさ、それで一昨日ぐらいも鳴ってたけどさ、まあもう音だけ聞いてうわー花火見たいってなるやん。で窓から見たけど、見始めた頃にはもう終わっちゃって見れなかったんだけど、なんか本当に音聞くだけで、花火の音聞くだけでさ、うわーってなる、心が締め付けられる見てなさすぎて見たいってなる。そう、見たい、本当に花火見たい。花火が目的、それとも屋台が目的。いやどっちもっしょでもひな本当花火好きだから、本当に花火めっちゃ好きなんですよ。そう、花火すごい好きだから、でもどっちかといったら花火かもしれない。普通にどっちが目的かって聞かれたら花火かもしれないぐらい花火好き。まあどっちもですけど
と言ってる。かわいい。こんにちは。食べながら花火見るのいいよ。うん、花火大好き。美味しいよね。もう花火、いや花火もすごいよね。もうめっちゃ花火、いやマジですごいよ花火って。しかもさ、長岡花火のさ、あの放送みたいなやつあるじゃん。あれがまたなんか夏って感じするんですよ。その花火じゃなくて、花火を上がる前にさ、こう説明して打ち上げ開始でございますみたいな、その放送がうわ夏だ花火だってなる。待って、揺れた、地震来た、今揺れてる？揺れてる？もう大丈夫？今揺れたね。え？まだ揺れてる？待って、感覚がわからない。揺れた、揺れたね、結構。皆さん大丈夫ですか？びっくりした。今結構揺れたかもしんない。結構揺れた。大丈夫ですか皆さん。びっくりした。皆さん大丈夫ですか？多いね本当に地震が怖い。お気をつけてください皆さん。今なんかこのストーブがめっちゃさ、バン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 って言ったからびっくりした。まだストーブ、そうストーブまだ出てんだけど、ストーブが音で知らせてくれた。こうやってこうやって。最近お気をつけてください皆さん。本当に福島ニュース来てる。エル君気づかなかったっぽい。寝てる。爆睡中です。ハートありがとうございます。エル君ね、全く気づいてない。全く気づいてないです。
にちは。そうね、エル君はね、雷が怖いから、雷だけなの、エル君の怖いもの雷だけ。こんにちは。ひなたのだるがらみ違いますよ。私のだるがらみはエル君大好きだから、エル君ひなにだるがらみされるの大好きだから、そう。なんか昨日 TikTok 見てたら、なんか仰天ニュースかな、なんかね、犬への甘噛みの恐怖みたいな動画が回ってきて、そういう話のやつが回ってきて、それでなんかすごい犬への愛情がすごすぎて犬に甘噛みする人がいたんだって。男性の方が、でもわかるんだ、ヒナもよくやるの、可愛すぎてチューしたりとかさ、カプってさ手食べたりとかさしちゃうんですよ。でなんかその男性はすごい犬がめっちゃ好きで、甘噛みをこうしちゃったりしてる方らしくって、でなんだっけな、まあ、ちょっと詳しくはあんま見てないんだけど、なんか急になんか具合悪くなってで、まあ熱が出たんかな、熱が出て寝て起きたら朝口が開かなくなってたんですって。普通に朝起きたらなんか口元に違和感があって、ご飯食べようとしたら口が開かない。でまあちょっとこの後はあんまよく見てないからあれなんだけど、最終的になんか昏睡状態みたいな、もう意識不明みたいになっちゃったのかな、でもごめんちゃんと見てないから本当かわかんないけど、でもそんな感じの風な感じになってて、なんか病院でもう何ヶ月か寝たみたいな、寝ちゃってっていうか、もう昏睡状態みたいな、意識不明になっちゃって、そう感染症、うん、でもちゃんと見てないからちょっとあれなんだけど、でまあ何ヶ月か後に目を覚まして、でいろいろ考えた結果、あのその犬を甘噛みした日に、その自分がなんか庭でなんか育てたゴーヤかなんか野菜を育て終わった後のその葉っぱを処理してたんだって。その時に犬がめちゃめちゃその葉っぱを処理してて、軍手とかをつけてその育て終わったゴーヤとかの葉っぱを処理してってる時に、その愛犬がすごいこう遊んでってこっちに来て、その軍手のままよし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 って、もう体中にそのなんていうの、その育て終わった葉っぱを触ったその軍手のままその犬をめちゃめちゃよしよしよしってやって、もう体中にそれを多分くっつけた、でなんかそれが原因だったみたいで、え怖っと思って、まあ犬が原因だったわけじゃないんだけど、これに関してはその犬が何か思ってたとかそういうことではなく、その育て終わった野菜の葉っぱになんかついてたのかな、その葉っぱをその軍手でこうハサミで切ったりしてたんだけど、その時にこう自分の愛犬がこうその遊んでって言ってきたから、その軍手のまま犬をこうよし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 って体中よしよししちゃって、でその日の夜に普通にいつも通りに自分の愛犬をこう噛んだりしてって、それでこう口から犬の体にそのなんだろう、なんかの菌かわかんないけど
それが悪かったみたいで、めっちゃ怖っと思って、そうめちゃめちゃ怖い。だからさ、うちも散歩とか行った後、やっぱ外に出た体なわけじゃん。犬、お腹鳴ったお腹鳴った犬ってさ、犬って毎日お風呂に入るわけじゃないからさ、そうやっぱそういうのちょっと怖いなって思いましたうん、農薬とかついてたり、そうですね、多分そういうのが本当に関係あるんじゃないかな。そうこわーと思って、こんにちはまあ犬が、実際犬が原因ではなかったんだけど、まあそれで犬を噛んだことに、甘噛みしたことによって口からみたいな。え、めっちゃ怖くない？なんか何をどう気をつけて生きていけばいいかわかんない。犬が原因じゃなかったとしてもさ、普通にさ、その植物を間違えて口に入れちゃってたらさ、そうなってたわけじゃん。めちゃめちゃ怖くないですか？その植物をさ、触った手でさ、手洗うの忘れてて、そのままご飯食べたらさ、そうなってたかもしれないじゃん。怖くないですか？うんうん、なんかさ、気になると何でも触っちゃうタイプなんですよなんか好奇心旺盛なんですね。だからなんかむやみになんか知らないもの触んない方がいいなって思った。そう一番そう、うんうん、手洗いするようにして、まあもちろんひなも家に帰ってきたらちゃんとお 手洗いうがいするけどさ、やっぱもうそれで、まあそれそうしてたとしてもなっちゃうかもしれない。怖い。むやみに知らないもの触らないようにしようって思いましたひなみたいに好奇心旺盛な方気をつけましょうでも好奇心旺盛なのは大事なことだからね。いろんなものが気になるのは大事ですよ。そうそう犬も好奇心旺盛だからいろんな場所に行って汚れちゃうもん。いやほんとそうだよ。だからさ、なんかこうお散歩とかしててもさ、まあ一応紐は持ってるけどさ、こうなんて言うんだろう、見てない時にさ、すっごいなんか匂いがするのかさ、草のところにさ、こう体こすりつけたりしてる時あるんですよ。そういうのとかさ、なんかまあ何が原因、なんかまあ匂いが気になってこすりつけてんだと思うけど、そういうのさ危ないよね。何がついてるか分かんない。うんうん、怖いよね。うんうん、そう、なんか犬とかさ、マダニつくじゃん犬に。え、ね、ニーヤにマダニがついて話したっけ？したよね。あれしなかったっけ？なんか去年の夏かな、
なんか弥彦山に行ったんですよ。あ、登山をしたわけじゃなく、まあ、車で頂上まで行って、まあ、そのあの弥彦の山の頂上にあるさ、なんかすごい草むらがたくさんの公園があるんだけど、そこにお散歩いつしたんです。でもすっごいまあ虫だらけな、もう草むらだからさ、まあ、虫たくさんいるだろうなっていう場所だったんだけどさ、帰ってきてさ、普通にニーヤンと戯れてたの。ニーヤンニーヤンって言ってたらさ、なんか首元にさ、なんかボコッとしたのがあって、えニーヤンなんかニキビできたんと思って見たら、なんかパンパンに腫れた虫がくっついてたの。マダニやって思ってママにすぐ言って、で病院に連れて行って、で、まあ、病院の先生、まあ、綺麗に取ってくれて、あ、全然あの早く気づいたので血吸われてないですって、そう、あ、よかったって。もうひながあの時気づかなかったら、ニーヤの血を吸って家の中にいたかもしれない。まだに気づかないでさ、ひながあの時たまたまニーヤとめっちゃもうわーって戯れてて、それで気づいたけど、もし気づかなかったらニーヤの血を吸った挙句、家にね、人間とかにも危ない、うちらに体にもくっついちゃってたかもしれないって思って、ひながあの時すぐ気づいて、その日に帰ってきてすぐ気づいたんですよ。そう、よくこんなところ気づきましたねって先生に言われた。もう本当にあの毛の中にこうポツって虫がくっついてて、そう。ニアンはね、血吸われてなかったみたいな。マダニって無理に抜いちゃいけない、そう、マダニ自分で、あの愛犬にマダニがついてたからって自分で取るっていうのはダメなんですよ。口が残っちゃうんですよ。だからもうすぐ病院に連れてって、すぐ対処してもらいました。だから血も吸われてなかったみたいで、めっちゃ怖かった。しかもなんかもう気持ち悪い、もうさ、そのさ、そのマダニを間違えてひなが触っちゃったっていうその事実がめっちゃ怖くてさ、手めっちゃ洗った。だってもうニヤーってよしよししてたら、なんかさ、なんかゴロッとしてさ、最初はニキビかと思ってめっちゃ触ったんですよ。なんかニキビ、なんかできものできたんかなって、こうやってさ毛をかき分けてさ、なんか触っちゃって、もう虫だったっていう。だからやっぱこう、なんかお散歩終わった後とか、犬愛犬のことこう触ってあげるの大事だなって思った。いつ知らないところでマダニとか怖い虫がついてるかわからないじゃないですか。だからひな本当にこうめちゃめちゃさ、あの 犬を体中触るタイプだからさ、あのそれをやっててよかったなって思った。そう、ひながもしあの時ニアンとあのよしよししてなかったら気づかなかったかもしれないし。だからね、やっぱり大事だなって、そう、ひなの誰がらみは大事だなって思った。草くむらに行った時は幼稚、うん、ほんと幼稚。しかもニーヤあの日すっごい草むらに体擦りつけてたんですよ。できるだけやらせたくないから、あの草むらに体擦りつけようとしたら擦りつけさせないようにしてはいたけど、やっぱ気づかないうちにやったりとか多分してたから、それで多分それが原因だと思います。うんうん、スキンシップは大事だ、第一、うんーね、大事。気づかないで増殖してたらって思ったらずっとする、うん、ほんとそう。だからあの日気づかなかったら、うん、うちら人間もやばかったかもしれない。
犬ってすりつけたくなる。多分なんかまあ人に人犬によると思うけど、ニアはなんか気になる匂いがしたりするとなんかすりつけたくなるみたいで、そうできる。なんかもうやらせたくないから、もう汚いじゃないですか、普通に考えて汚いからやらせないようにはしてるけど、やっぱ隙をついてやってくるん、いやすりつけるんですよ、地面に体を。すごい大きいマダニだった、怖かった。あれを虫だと思わずニキビかと思って触っちゃった自分が憎い本当に気持ち悪かったもん、本当に気持ち悪かった。気をつけよう、犬飼ってる方は気をつけてください。本当に草むらに行った後はだるがらみしましょう。いや草むらとか関係ない、やっぱり毎日だるがらみすることによってそれぞれの何だろう、体調とかを確認できると思いますよそうだってエル君のさ首元にさかさぶたがあるのもすぐ見つけたもん、だるがらみのおかげでエル君ね今首にかさぶたあるんですよ。ニアンと喧嘩して多分血出した やっぱりね、だるがらみしてそれぞれの体調を管理するべきかなって思うんですよね。こんにちは。そうだよ、エル君とニーヤのバトルはとっても激しいですもうエル君が転ばされて、でもお腹出して「降参でーす」って言って、ニーヤがそれにこう上から乗り込むみたいなもうガチ喧嘩だから。そうそう、だからね、エル君の体の、エ君がこっちにいた、かわいい、エ君の体の健康も私が常に毎日だるがらみをして。新しい怪我が増えてないかとか、そのやっぱニーアンと毎日バトってるから、やっぱりその見た目に怪我がなくても骨に異常がないかとかさ、やっぱ触るとさ、骨が痛ければ触ると痛がるじゃないですか。それで確認して、エル君は健康ですエクニアンと喧嘩した後ね、歩けなくなるんですよでもエクはね、ちょっとわざとやってるとかあんの、わざと歩けないアピールして抱っこしてもらおう作戦をしてる時があるから、本当に痛いのか演技なのかがちょっとわからないんだよね。そう、まあきっとね、ひなが思う感じ的には最初は本当に痛くて泣いてると思うんですよ。最初は本当に痛くて泣いてるんだけど、途中から演技が入り込むっていう途中から演技に切り替わるんですよ。最初は本当に痛かったとしても、その途中から演技に変えて長く痛い演技をするっていう
わざとびっこ引くんですよ、足わざとねみたいなでなんかこうみたいな声わざと出して抱っこしてもらおう大作戦だからそうそう、それをしたら抱っこしてもらえるっていうことをエッくんは分かってるからそう、うんうん、かわいいでしょエルくんなかなか役者だね、ね、本当に小学生の時誰しもやったことあるんじゃない、まあでも確かに人生の中で一度はあるよね、なんか大げさにする大げさにすることするの分かる、うちも家に帰ったらなぜかなって分かる、ひなも抱っこしてそのエル君が痛そうな演技してるから抱っこしてあげてよしよしってやって床に下ろしてあげるともう普通に歩き出すからもう確実に演技なんですよ、抱っこしてもらったら満足して普通に歩き出すもうかわいい素顔を得るでしょ、可愛いんですよ、えひなあざとさんもエルクユーズ、えひななんてまどこだよ、いつも言ってるけどあざとさんのかけらもないんですよ、一番ひなが何言ってんだかせめて抱っこ後も芝居してほしい、いやほんとそうなんだよ、だからさもう抱っこ後も痛がってたらあ本当に痛かったんだなってなるけど、抱っこ後普通に歩き始めたらはい演技ってなるのはい、あ今あなた演技してましたねってそう、抱っこすると満足する抱っこすると満足するエルくんなんかアルパカみたい、エルくん今アルパカエルくんめっちゃ気持ち悪い寝方してるエルくん、気持ち悪い気持ち悪いエルくん、気持ち悪いエルくんに悪口言っちゃう好きすぎて、好きすぎてエルくんに悪口言っちゃう寝方キモいよ本当に、何それ気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いこの寝方、気持ち悪すぎるなんかね、なんて言えばいいんだろう、お腹出してひっくり返って寝てるんだけど腕がピーンって伸びててなんか伸びの姿勢みたいな伸びの姿勢みたいな姿勢で寝てる、しかもおむつしてるからダサいねえ、エルくんさおむつしてるからダサい本当に
無防備すぎる。そうよ、もうひっくり返って、しかもなんか頭がもうめっちゃ後ろに反ってる、もうお腹ポンポコリンって感じお腹ポンポコリンですだからさ、おむつしてるからいいけど、おむつしてなかったら丸見えだもんこういう時おむつしてよか、しててよかったなって思うエル君ひっくり返って寝ること多いからうんうん、エルマ、エルマ、おもろめっちゃもう顔が、顔がもうなんか首痛めそうな角度で寝てる可愛いですね。おいで、気持ち悪い。ひっくんって本当に気持ち悪い。また体勢が変わった。え、キモい。なんなの君。気持ち悪いよ。体勢変わってもキモい。体勢変えてもキモい。さっきも気持ち悪かったけど、今の体勢も結構キモい。なんか、なんて伝えればいいんだろう。首の角度がおもろい。エイくん、うんうん、かわいい。エイくんってひないなくなったらどうなるんだろう。悲しんでくれるかな。でもさ、やっぱりさ、エル君の人生においてすごいヒナって濃いと思うんですよ。ヒナのイメージはやっぱりさ、そのうん、こんなにだるがらみする人いないと思うんですよそう、ヒナのことを好きか嫌いかは置いといて、好きか嫌いかは置いといて、ヒナのイメージってすごい濃いものだと思うのわかんないけど、だからこの濃い人間がいなくなったら、エル君はどう悲しいって思ってくれるのかなってでもね、なんかね、エル君っていつも家から出ると泣いてくれるんですよ。家から出ると寂しくて泣いてくれるの。でも例えばひなが家にいてママが家を出るときは泣かないんですよ。人間が家にいるから。でもね、ママが家にいてひなが家を出るときは泣くんだって。めっちゃ嬉しくないですか。家から誰もいなくなるときに泣くのはもう当たり前なんだけど、ひながこの家にいるけどママがお家をお仕事とかでいなくなるっていうときは泣かないの。でもママが家にいてひながお仕事で家を出るっていうときは泣くんですよ。えって思うよね。えそれひなのためだけに泣いてくれてるやつじゃんっていうめっちゃ嬉しいと思って、えっくんひなのこと好きなんだなってえっくんってひなのこと好きなんだなって思った。
開放感を満喫か。ちょっと絶対そんなことないよ。もうひながいなかったら寂しいんだよ本当に。ひながいないのは寂しくて泣いてるんだよきっと。うん、バラありがとうございます。ハートありがとうございます。エル君ひなおし毎日一緒に寝たり配信についてきたりしてる時点で絶対好き。それなそれな、ひなのこと嫌いだったらこんなやってわざわざ配信ついてこないもんね。今日だって配信する前、そろそろひなが配信するっていうのが分かったみたいで、もう階段の途中まで登って待ってたもん怖いすぎ怖いすぎ。もう階段登り始めようとした頃にはもうエル君が階段の途中まで登ってこっち見てって笑ってて、今行くよって。それでひなが階段登り始めると一緒に登るの。怖い怖いすぎて泣く。愛おしい本当に。嬉しそうにいつも階段登るエル君が超可愛いんですよ。もう毎回超楽しそうなの。この時間が好きなのかわかんないんだけど、配信するってこう予想するともう階段のところで待っててくれるんですよ。かわいい、マジかわいい。しかもさ、たまに勘違いするの。普通にひながお出かけしようとしてるのにショールームだと勘違いして、すごい嬉しそうにもう階段のところに待ってるんですよ。いや今日お出かけだよって。かわいそうになってくるじゃん。ちょっとこれから配信とエル君は勘違いして今嬉しそうにしてるのに、これからお家に残してひなをお出かけしなきゃいけないっていうのが苦しくってその勘違いしているエル君がすごいなんかかわいそう、泣けてくる。そうだからなんかお出かけしようとして、やっぱなんかエル君的にはひなが洗面所でメイクしたりその準備したりしてると、あこれからショールームってなるらしくって、そうひなもいつもショールーム前さ洗面所でこう鏡見て髪の毛アイロンしたりとかしてるから、まあきっと勘違いしちゃうんだろうね。エル君的にはお出かけする前って洗面所でさこうメイクしたりするから、それであこれから配信だって思って勘違いしちゃうんだけどっていう。なんかかわいそう、エル君が勘違いしてくれると嬉しいけど、そんな楽しそうにさこれから配信だって楽しそうにしてくれてるのにごめんねって言ってお出かけするそう、こんにちは。かわいいっしょマジでかわいいんですよ。そう、尻尾振ってくるの。そう、こんにちは。かわいいですね、エルマ。かわいい。エル君しか勝たん。はい、ということで、お昼の配信はここら辺で終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位、日焼けさん、ありがとうございます。12位、片山さん、ありがとうございます。11位、サバサンドさん、ありがとうございます。10位、タケメグさん、ありがとうございます。9位、ウッチーさん、ありがとうございます。8位、マシオさん、ありがとうございます。7位、アンドゥさん、ありがとうございます。6位、ひろゆきさん、ありがとうございます。5位、ゆうとさん、ありがとうございます。
4位ヤッキーさんありがとうございます。3位ケイワンさんありがとうございます。2位イソケンさんありがとうございます。1位ユズキチさんありがとうございます。はい、ということでありがとうゲストありがとうございます。あ、起きたえいくん終わったよ。爆睡してたの？すごい変な格好で寝てたんだよ。はい、ということで今日も一日頑張ります。午後も頑張りましょう。ありがとうございました。お昼からまた夜に配信します。ありがとうございました。いってらっしゃい。またね。ありがとうございました。